今回はベン・ホーガンを、例にとってスイングを解説していきたいと思います。まずベン・ホーガンのスイングなんですけれども、まず左のグリップですね。これは実際かなりストロンググリップで握ってます。こういう感じですね。ということはトップの位置でスクエアで上げたとしても、かなりそっちから言ったらカッピングしてる、こういう感じでね、カッピングしてる見えるわけです。これを代わりにしてしまえば、これもシャットフェース、タイガーがこんな感じですね。そのままインパクトに向かっていけば、ダウンブローに打てるという形なんですけども、ベンホームの場合は、トール君と一緒で、トール君ではない、石川遼君ですねと一緒で、トップオブスイングではスクエアです。にもかかわらずダウンスイングの形から、この時点からインパクトに向かってこういう感じですね。もっとこういきますね。こういう風な感じからこういう動きですね。見えますか？こんな真似しなくていいですけどね。こういう形からこういう動きで、で最終的に左手の甲がストレートになった形。ストレートになった形というのはアドレスがこうですから、ダウンブローになってるわけですね。こういう形で、スクエアに上げてトップからダウンにかけてカーリングをしてハンドファーストに打っていくという形ですね。これがベン・ホーガンの特徴です。で非常にシンプルなんですけれども、ベン・ホーガンもここで若干こうループすることによって一層肘を体につけてくる。ほとんどのブローは実際こうトップでね、こういう動きを見せます。それは一旦自由に上げたクラブを落としてくる、ここでね落としてくる作業がその方法なんですけれども、これをね習得するのは最も難しいことなんですけれども、例えば私の、キッズクラブに3人の方がおられます。代表する3人 の若干インサイドに上げてアウトから下ろしてくる、非常に優秀なプレイヤーたちばっかりなんですけれども、この癖がなかなか治らない。ではこの癖をどうしたら治るか、これからちょっとやってみましょうかね。まずトップでクラブがまだ